日本では結構周りの人から親とかだったり友達だったり先生とかだったり結構周りからの期待っていうのがすごい強い、強いと思うんですよね。で、特に女の子だとまあ可愛くな、可愛くないといけないとか女子力が高いとかなんか将来はまあ大学行ったりするかもしれないけれども結婚して子供を持って家族を築くみたいな。 結構そういう期待っていうのを押し付けられてるのかなって私はすごく思います。なので、そういう押し付けっていうのは別に自分がやりたいんであれば別にやってもいいんだけれども、やりたくないんだったらば他にも選択肢がたくさんあるんだよっていうのを本当に知ってほしいです。で、皆さんが自分らしいこの人生でいいんだって思えるように、自分らしい自分を誇りに思えるように、みんなが自信を持って、えー、人生を 進んでほしいなって思います。